三里町は、秋田県仙北郡にある町。郡南東部の仙畑町、六号町、仙南村の三町村合併により、2004年11月1日に、発足した。三里町は、秋田県内の平成の大合併の第1号である。住所表記は、秋田県仙北郡三里町となり、合併前の町村名は記さない。合併以降、九町村町舎三つに、 町役場機能を分散した分庁舎方式を採用し、町庁室がある六号庁舎を本庁舎扱いにしていたが、2010年1月4日より、千畑庁舎に機能を集約して本庁舎とした。これは、千畑庁舎が1990年代に建築したもので、六号庁舎や千南庁舎よりも新しく、また、他庁舎に比べて敷地が広く、 増改築しやすいことなどが理由であり、町の中央に位置し、最大集落である6号との地理的な関係なども考慮した結果であると説明された。これに伴い、本庁扱いされていた旧6号庁舎は、中央行政センターに、旧線南庁舎は、南行政センターに改め、それぞれの機能を証明書の発行など最低限の住民サービスを残す程度に大幅に縮小した。 横手盆地の東部にあって、町の東側は、大宇山脈の山々が連なる。マリコ川やその支流が形成する、六号線上地、千夜線上地に位置し、町内各所で地下水が自噴する。特に、六号線上地先端部は、三里町六号として、水の里百選に選定されている。1889年町村施行直後の、 千木群一、大曲町。二、神宮寺町。三、刈羽の町。四、角野立町5。五、六号町。六、金沢町。七、花立村。八、淀川村。九、荒川村。十、土川村。十一、大沢豪村。十二、強首村。十三、南奈良岡村。十四、内尾友村。十五、外尾友村。十六、大川西根村17。十七、 富士木村、十八、高梨村、十九点四津屋村、二十、長野町、二十一、上与村、二十二、聖保内町、二十三、田沢村、二十四、日野木内村、二十五、西明寺村、二十六、中川村、二十七、久保沢村、二十八、清水村、二十九、白岩村、三十、豊川村、三十一、豊岡村、 三十二、横沢村。三十三、銚子野田村。三十四、千屋村。三十五、横堀村。三十六、畑屋村。三十七、飯詰村。三十八、金沢西根村着色は、現在の市町域なお、合併前の三町村の概要は、以下の通りである。二千五年に行われた、合併記念式典では、厚労者表彰及び松田ともみ町長、五、 松井政庁議会議長、寺田助白秋田県知事からの祝辞があった。記念行事として、小中学生による発表や、タイムカプセルの作成があり、町の木、花、鳥、魚の発表があった。ブラボーな方に、加藤忍、河尾西岳氏からのビデオメッセージの放映があった。その後台湾家連犬水穂里との友好交流に、関する協定所長印が行われ、 式典終了後、読売新聞特別編集委員、橋本五郎の講演があった。町長南行政センター国内海外6号の市場通り商店街甲羅坂屋と栗林酒造店豊かな水と火器の温暖な気候に恵まれ、戦場地先端部や荒廃出地を中心にこ来来、米作りを中心とする農業が発達してきた。かつては、水の得にくい、 戦場地戦王部を中心に、養蚕、畑作、馬産も見られ、広大な落葉樹林を利用した生産業や杉などの林業も盛んであったが、戦後の田沢疎水の開通によって戦王部も水田化が進み、農家の経営規模は拡大した。今日では、天狗森丘陵では牛の飼育、金沢地区、飯住地区でリンゴの栽培も盛んである。ひとしで、コサイダーと、 有水名水と秋田米を利用した日本酒醸造業が古くから盛んである。現在は春霞、八千代、奥清水の三つの蔵元しか残っていないが、かつては京の酒造店の国の誉れ、心ら梅し作り店の心ら梅などの蔵元もあった。京方年間には六号川内池、高野五百軒中十九軒の酒屋があり、 互いが15件あったと記録されている。今日ではサイダーなど清涼飲料水の生産も行われている。また、納豆、味噌、醤油など大豆を原料とする発酵食品の生産も行われており、特に山田フーズは業務用納豆の製造では全国的なシェアを持つ。指定金融機関は秋田銀行と北斗銀行の輪番制。 秋田県立六号高等学校小学校を九町村あたり一校に統合する方針の下、九六号、千畑の両町については九六号、千屋の両小学校の校舎を九千南村については建築時期が比較的新しく学区の中心にある千南中学校の廃校後の校舎を利用して改修の上で小学校に転用することとした。名称は 旧町村名を付して、六号小学校、千畑小学校、千南小学校とすることとした。また、六号中、千畑中、千南中の統合中学校については、旧六号中学校の校舎を増改築して、三里中学校とすることとした。これにより、2010年4月1日に旧六号小学校跡地へ、旧六号小と旧六号東根小の統合校である、 三里町立六号小学校が開校した。続いて2012年4月1日、統合中学校、三里町立三里中学校が開校した。翌2013年4月、千谷小学校、千畑南小学校を統合して、三里町立千畑小学校が、千南東小学校、千南西小学校、金沢小学校を統合して、 三里町立泉南小学校が発足した。畑や地区に所在する千畑南小学校の廃校者は、三里町歴史民俗資料館佐々木武式記念室として、また、飯住地区に所在する泉南東小学校の廃校者は、三里町宿泊交流館ワクスとして再生利用することとし、それぞれ2015年に開館した。 六号東根地区の六号東根小学校、金沢地区の金沢小学校、金沢西根地区の仙南西小学校の廃校舎は民間企業に貸し出して雇用拡大と企業活動支援を行うこととし、それぞれ当該企業と契約を結んで、大同医療のストックヤード、三共工学工業を秋田事務所、ENIX の農産物生産試験場として利用されることになった。 似てこ清水秋田諏訪宮わ里町ラベンダー園戦士、古代中世近世近現代小杉天外、かおにしき白雲少人像安田元気室、秋田県指定文化財、本学児像。ありがとうございます。